ジャンプは、佐藤翔吾の小説、また、同小説をもとに2004年に公開された日本映画。公文社のファッション雑誌、ゲーナー2999年1月から2000年8月まで連載され、2000年9月25日に、同社から単行本が刊行された。後2002年10月に文庫化された。本の雑誌誌が選出した。 ノンジャンルベスト10の2000年度の年間第1位に選出された。また、週刊、文春のミステリーベスト10においても2000年度の第7位に選出されている。2004年5月に映画化された。三谷と三春は付き合ってから半年が経過していた。三谷は札幌への出張前夜、三春と一緒にバーで飲んでいた。 酒の苦手な三国は明廷。三春に解放されながら二人は彼女の自宅へと向かう。その直前、三春は三谷に食べさせるリンゴを買いに行くために彼を置いてコンビニへ向かった。鍵を渡された三谷には部屋に上がり込んだまま眠りについてしまう。翌朝、目が覚めると三春の姿はなかった。携帯電話も通じない。見たにには 焦りが生じながらも出張へ行かねばならなかった。時間が経つにつれて、三谷の心配は大きくなっていったが、三春と連絡を取ることができない。三春は本当にジャンプしてしまったのだろうか。三谷は彼女の行方を追う。監督は原作者の佐藤翔吾と20年来の友人である、竹下正夫。それまで助監督を務めてきたが、 本作がデビュー作品になった。主演はお笑いグループネプチューンの原田泰造。オファーが来た後、すぐに出演を決断したという。劇中では、普段の芸風は一切封印され、シリアスな演技を貫いている。なお、映画では、三谷の出張先が札幌から福岡に変更されている。ありがとうございます。